はい、集合。はい、集合。じゃあ今日はね、あの珍しいあの緑の、妖精大根くん呼んでます。白熊くんお喜びです。どうもどうも。どうもどうも。今日はしてフォートナイトのホラーマップといえばもうこれですって言っても過言ではないぐらいのあのホラーマップ。オカメの館見てもあの襖のところに顔がいるもん。やったことある？でもオカメの館ってあのクリエイティブ 2.0 になる前に結構ねシリーズあったんだけど、それはやったことあります？あなたたち。そりゃもちろんね。もう全然一人とかでももう余裕で。あ、本当頼もしいな、はい、今回したら白くん余裕で、あ、任せてほしいっす。こいつについていくか、したら。あ、ずっと首打ってる。俺についてこいって感じか、今回は。ああ。あ、そういうこと。あ、そういうことか。OK です。じゃあ今日の主人公は白熊くん。僕カメラ撮影で行くんで、大根くん盛り上げてください。あ、了解。後ろから紙吹雪で。じゃあ行きましょう。始まったぞ。うわすごいぞこれ、めっちゃクオリティ高いぞ。なんかマップ自体が 2.0 ってこういうことか。おえー、でも大根のトーク力は 3.0 だろ。いや 5G っす。任せてほしいっす。ギガになっちゃったよ。 5G っす。行こう。じゃあちょっと行こう。あ、違う、やべえ、猫序列。あ、猫序列、はい。猫序列って頭、え、あれ偉い人が上が偉い人。こう気づいちゃった。こうか。あ、白熊よりは上なんだね。悪いな。仕方ねえ、行くか。でもオカメの館はさ 2.0 じゃないとちょこちょこ俺もやってたからな。そんな感じでしょきっと。まあ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 、まあ、別に俺にかかっちゃえば。ここは一体どこなのって言ってるよ。失礼します。なんか本がある、読むね。はいよ。この館に住み続けて何世代にもわたりこの場所を愛してきた。しかし最近夜になると奇妙なことが起きる。誰かが館の奥で儀式を行っているような気配を感じるのだ。儀式だって今回。お化けじゃない。なるほど。うん、あのサイコホラーの方だ今日は。え、そっちなのかな。右もあるよ。え、あ、ほんまや。え、迷路みたいになってる。二択いける。こっちそっちも行けんの。え、なんかここ、ここは何もないんだよね。でもなんか血っぽいぜそこの岩。え、ここなんかやばそうだけどちょっと見てみるね。え、これ、あ、開けれる開けれる。開かない。開かないんだよね。そうなんです。開かないんですよ。ここら辺はドアは別にないか。あ、俺の太さじゃダメだ。ダイエットしなきゃ。じゃあ全員ダメだ多分この体格だったら今。お前頭でかいから無理だ白熊。これなんかまどろみが感じる。何まどろみって。その表現何。ほらほらほら。まどろみを感じる。なんだっけ、あのゴッホ系の絵でこういうのないっけ。なんだっけ、ムンクの叫び。ムンクの叫びだよこれ背景。なんかここに段ボールある。取れないかな。 アイテム取れそうじゃない。何も入っていない。そっちも。え、これ何、何も入ってないってことは何か入ってる可能性あった今までで。アイテム取り忘れある。ホラゲ大事よアイテム取り忘れ。これやばい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 。一回帰ろう一回帰ろう。何も入っていない。じゃあそっちだ。あ、シルクマン、大根があっちまで戻ってるからちょっと待ってあげようぜ。多分あいつはアイテムを取って帰ってくるぞ。あいつはそういう人間なんだシルクマン。分かったか。取れ高を持って帰る。何も入っていない。あ、まあ、何もないです。期待しないで大丈夫です。落ち着いていきましょう。この調査兵団使えねえな。進撃の巨人1話に絶対出てた調査兵団だわ。団長。なんだ。何の成果も得られませんでした。私の息子は何かの役に立ったんでしょうか。はい。嘘。こいつ珍しくネタについてこれてないでいるぞ白熊。嘘。なんか一本道嫌やな。でもえ、でも行き止まりだぜここ。え、でもいっぱい箱ある、いっぱい箱ある、ほら。誰が行く、あら箱。行ってみてよ。でもじゃあ、まあ、今回は度胸試しで俺が。あ、オッケー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 。はい。鍵を入手。鍵入手。お。で、こっち開けてない、こっちまだ開けてない。はい。何も入っていない。空箱。鍵入手した鍵。あそこじゃない？なんかあの木のさ、扉みたいな。あ、最初行った方か。そう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 。おお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 お。いや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 。こんなんでビビってちゃダメっすよ。いやそうよな、オカメってこのレベルじゃないもんな。自分は後ろで見てくんで。オッケーです。俺は後ろ見たく、お前ら先行ってくれ。
俺はここを守らなきゃいけねえんだ、白熊。俺とナポさんに死亡フラグ立ってるだけなんだ。やばい。待ってる系のやつ大体死んでるから。全然序盤なのに。はい、開けまーす。あー、一本道来た。本当にでも儀式やってそうだよ。でもさ、さっきオカメのあの化け物あっち行ったからこっちにはいないんだよきっと。あの物理法則を無視しちゃうからさ、そんなホラゲは嫌じゃん。皆様こちらを見てください。はい、こちらはですね、はい、そうですね、あの灯籠、灯籠、はい。以上です。映え映え。こちら映えスポットとなっておりまして、お、はいはいはい、2022年から、うん、流行りの映えスポットとして今有名なんですけど、おお、最近なんだ。はいはい、そうですね、特に魅力はないです。めちゃくちゃやこいつ言ってる。正直魅力ないですね。はい、こちらですね、あの勇気ある方しか行けない、うん、あの映えスポットとなっております。あいつ単純に聞いて言われてるぐらいだからな、行っちゃうよそんなこと言ったら。うわー、でもオカメの館って感じしてきたよ。おー、怖い。入れないけどなんか。あそこ右折まずい。はいはいはい、こっち左折しての、これ右折っすね。 これあの2段階右折で気をつけてください。あ、了解です。原付の免許取る方、ここ2段階右折ですね。はーい、ここで一度止まっていただいて、はい、安全を確認して緑になった場合には通行可能となってます。了解です。では本読みます。宿泊客たちが夜中に怯えて部屋を出ていくことが増えた。彼らに聞かせられる話はもはや恐怖の極みだ。この呪いが私たちに何をもたらすのか私は知りたくない。あ、でも帰れるみたいだね。帰ってるから宿泊客は。そうか、みんな出れるの。うん、大丈夫だ。したらいつもより優しいホラーマップだ。反対側だ。こっち見てる。なんか、おー、地震。え、プレイステーション2バグった時あんな風になったって。やば、いける、いける、いける、いきます。開かない、鍵がどっかにある。なんか漁ってないとこあったっけ。おい、誰だ、漁り忘れ。なんかあったっけな。あ、ここ開いてるやん。いや、そう、そこは開いてるよ。じゃあ、中になんかある説。そういうこと。あ、あるあるある、ほらほらほら。じゃあ今回ナポさんどうぞ。はい、鍵を入手。着実にね、ナポハン攻略していくよ。これ大事だからね。もう見てくれてる人たちも、あ、もうこうやって攻略していくのねっていうね。そう、このノンストレスで、やっぱり。うん、いきます。はい、まあ、はい、ここから出るよっていうね。あ、本当出ちゃうの。もうこれもう予言しちゃいます。もう出ます。これは3、うおー、ほんまに出たよ。ほんまに出たって。ほんまに出たかな。ほんまに出たかな。危ねー。でもなんかちょっとさ、俺たちと遊びたがってた感じしたぜ。いや、この一本道つくのやめてくんない？でもさ、あんだけなんか遊びたがってるってことはさ、やっぱ個性派を集めてるナポハンとしてはメンバー入りも可能性あるぞ。じゃあドルムズくんと交代で。店員だったんだもん。待って、なんか掛け軸ある。ちょっとこれは絶対見れるだろう。はい、めっちゃあれじゃん、あのさ、あの、わかる、うん、あの駄菓子のさ、うん、あのイカのやつ、よっちゃんイカのでかいバージョンのあのさ、1万円札パッケージになってるやつ、わかります？わかる。あの大きいやつな。それにしか見えない。よっちゃんイカの1万円札。じゃあここ開けます。え、はい、あ、そっちか。お客様、こちらの部屋が客室となっております。はい、向かいます。どうぞ。そうですね、何時ぐらいを就寝時間とされてますかね。それまでには、ちょまだネタやっとる。こっちまだネタやっとる。でも食われたからあいついなくなった。こっちまだやっとるんだ、白熊くん。ネタやってる間に食われんな。あ、でも走れるようになったよ。逃げれるようになったか。ということは多分逃げるんやろ。ほら、そうだそうだ、早くよ。ちょ、待って待って、それはさ、それはさ、俺を犠牲にしてない？ちょっと待って、多大なる犠牲じゃない？これお払いここにあるから大丈夫でいいんじゃない？ダメだ。うちのボスが言ってくれた。はい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 、はい、え、あれじゃん、千と千尋のさ、うん、こっちだこっちだこっちだ。帰るこっちこっち、顔なし。一刻も早くここを出なければならないって書いてるよ。あれ、白熊くんが置いてかれた。熊、さっきから先般しかしないぞ。でも白熊とかじゃないよ、熊やで。次もまだよ。え、もう贅沢な名だから取ってくよ。ここで働かしてください。やだね、お前なんか働かせてやらないよ。ここで働かしてください。やだと言ってるだろ。働かしてください。そこまで言うなら働かしてやろう。
お前の名を何て言う？白熊です。贅沢な名だね。お前の名は今日からドルムズや。白熊のグレードダウンみたいになっちゃったやん、ドルムズの名前が。あー、これ怒られる。じゃあ本読みます。館の奥に隠された秘密の部屋、私はその扉を開けたくないが、もはや避けることはできない。この恐怖から逃れるために私は何かをしなければならないのかもしれない。何するってんだい。なんかでも地図あるよこれ、ここに逃げてみたいな。え、なんか縦右右ね。またこれ廊下出たらわかる。いや待って、扉がないぞ。おっとおっと、あ待って、これ扉じゃね。あこれさ、ふすまでしょこれ。どっかの扉の模様説ない。あ、そういうこと。ドルムズ何。あ待って、あ畳だ、畳だったんだよ。ドルムズよくやった、名前は昇格だ。クマや。あレベルが1個上がった。テレレ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 。あーでも左かな。あなんか左散らかってるよ。あれあやだ、こんなん散らかしちゃって。ちょっとおかみさん、ここ宿泊できないじゃないの。あれなんか、あーごめんなさい、ケチャップがちょっと。ケチャップ、調理場なんでちょっとみんなでもらっていいですか。はしごがあれば上に登れそうだ。はしごを探すんだって次。ワクワクさんちょっと作ってよ。はしごお手ワクワク。ゴロリだよ。ゴロリだった。ワクワクさんじゃなかった、その見た目で。ワクワクさん今日は何を作るの。そうだねゴロリくん、今日ははしごを作っていこう。うわー、材料はこちら。これ今右上に浮かんでんだろうな。ポンポンポン。待って、これ絶対あれじゃん、大浴場じゃん。ラド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 あるじゃん、ラドラド。でもあっち奥行ったらさ、なんか汚れ髪みたいな出てきそうじゃない。本当に臭。ちょ、ラドラドバレていいから、右右折してここ。なんで、おいるじゃん汚れ髪が。え待って待って、どうする、え洗い流す。気づかれないようにどうにか通れないものか。えじゃあ洗い流していくしかない。水に浸す。良きかな、良きかな、良きかな。よし、ワクワクさんはしご作っちゃったからね、もうね安心してほしいよ。えマスオさんだ。いきますよ。あこれ良きかな、一旦俺見とくわ、見張っとく見張っとく。了解、絶対しゃがみながら行った方がいい、足音を立てずにだ。 この上に上がっていくしかない。あ、そういうことね。はい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 、ワクワクさんがちょっと置いてかれると思って焦ってこっち来てるわ。やべ、ワクワクさん今正直ちびってる。ナポハンは、ナポハンはこういうね精神的な面も鍛えられます。いけました。よし頼む頼む、もうこれで失敗したら普通になる。見てる見てる側もない。なんか2になってるくない、あれ封印。封印？右ほら。うわーちょっと取って。犠牲者出た。あれ取って、俺もう無理。ここまで来てやだ。お、お前その安定感怪獣の世界でも生きていけるぞ。あインタラクトしといた。ちょっと油断しない。え。やばい。いやでもリーダーが言ってるだけ。リーダーが上で待っててくれ。オッケー。よし行った行ったやろ、これクリアした。ここめっちゃ長かった。でなんか札が数字の5まであったって。そう2で、さっき多分1だったんで。あ、あ落ちた落ちた。もう一個もう一個、待って待って、あかんあかんあかん、ナポさんじゃない、ね、あかん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 、ダッシュダッシュダッシュ、ナポさんじゃない。どうしょうがない、俺が呼んでくるから白熊くん待っとけ。ここであいつの勇姿を見ておこう。よいしょ、正面しよう。そりゃ追いかけられるわ。やばい、生きてる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 。行くぞ白熊、大丈夫だ、あいつは足速い、逃げ足だけは速いんだ。お、行けた行けた、早く来い早く来い。あーオッケー、よーし。さっきそれ多分それで俺は締め出された。でもなんか降りる場所があるな、降りてみっか。はい、あ、札の3だ、いいじゃん。インタラクトインタラクト、順調じゃないですか。あいつを封印してやるんだ。ちょっとやばい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 。あどうも、え目合ってなかった今。いやガバスかな、あれアイフェイス登録してあるからなんかいけた。あ本読みます。
私はこの館を守り続ける使命を背負って生きてきた。今は私の番だ。もし誰かがこのメモを見つけたら、私の行く末を知ってほしい。私はオカメの館のために戦い、この呪いを打破しようとしているのだ。ふむふむ。ふむふむどこがろうか何も感じなかった。今またなんか初期位置っぽいところに戻ってきたよ。こいつらはなんかさ、触れるんじゃないの？お、触れる。なぜだろう、このお地蔵さんからは人の気配を感じる。ドルムズ、ドルムズなのか。カントリーロード。なんでそういうの陽気な歌はダメなんだよ。カントリーロードはダメだって。誰、一番後ろのケツの人。カントリーロード歌った人が責任を負う。はい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 、逃げて。急げ。ずーっと。待って、また来てるよ。行けば。また来てるよ、なんか。この街に、ね。あ、あっち行った。え？あ、探して。待機画面入ったよ。本読むね、先に。あ、本あった。私はこのまま絶望の中で消えていくのだろうか。誰かが私を見つけてくれることを祈るばかりだ。もうどこにも逃げ場がない。あ、これバット入ってるな。やばいよ、バッツエンツ来てるかもしれん。あいつなんかここ見てたな。ここなんかあるか。なんもないんだよね。ないんだよね。わかんない。ある意味こう隠れる場所かもしれない。あ、ちょいちょい部屋あるってことは隠れる場所じゃない。あ、なんかある、なんかある。鍵を入手、ゲットキー。でも白くがいない。あ、本。あ、本読むか。もしこのノートを拾って生きて帰ることができたら、私の家族にありがとうを伝えてほしい。サンキュー。あ、なんか後ろ来てね、後ろ来てね。マジ、ちょっと急ごう。まあ、ここがバレないんじゃない。ここ隠れる場所でしょ。そうだ、一回ここで待とう。まあ、ここがバレるわけないよ。だって圧倒的に隠れてって場所や。どう考えてもここ隠れてって場所。はい、お前のケツを眺めながら行っちゃいます。いいケツしてんな。なんかある？あるよ。お、3。拾っちゃって。これ3だね。鍵。今1、最初のが1でしょ。うん。で、これが3だから2どっかにあるでしょ。あ、待って、っ4の札がある、4の札。よし、はい。札を取ったよ。あ、あれ3じゃね？あるけど1回。あれ3。あれ隠れないと1回。一旦ね。一旦隠れよう、一旦。よし、行くぞ！レッツゴー。これが3、違う、これが2だ。で、大根が3持ってっから、もういけるわ。いっちゃうわよ。冗談じゃないわよ。イワちゃん、ちょっと頼むぜ。イワちゃんじゃない、ボンちゃんだ。あ、3だわ、3だ。おい、いた、開けてたわ。よし、じゃあちょっとここまで開けまーす。おいおい、あ、また本がある。読んじゃうぞ。私はもう限界だ。この恐怖から逃れる方法はないのか。どうか、誰か、助けてくれ。かわいそうだな、なんか俺の中の、チャルロッセが出てきそう。チャルロッセ、お前天竜人だったんか。お前ごときがシャシャルなだい。なんでなんでだ、出てきたよ。シャシャってきちゃったやん。いらんこと言うと、いらんこと言ったらシャシャってきたやん。ということはこっち左側向いて歩けばいい。いや、俺置いてかれてる。頑張ってよ。はい、タイミング神。はい、オッケー。はい、これもう一回来るよ。ほら、もう一回来るよ。で、はい、前からもう一回来るよ。もうこのスピードで行けば大丈夫やね。あいつはもう次々奥にしか探してないはず。後ろ来てる、後ろ来てる。マジ？嘘。なんだ？え、待って、でも札まだあと5の札がないからね。はい、どうも。あ、5。あったぜ。これであいつを御用意できる。はい、札を5個取ったぞ。あとはあいつを封印するだけだ。行くぜ、行くぜ。なんだ？やば、怒ってる。あ、一回白熊が追いかけられた。よし、白熊の死を犠牲にするな。お、え、なんだ、追いかける側の視点だ。待って、でも札があるぞ。この札が、あ、これでいけるのか。まさかね、これを。え、この札がそんなについていいのか、こいつ。え、だってよっちゃいかじゃないの、これ。よっちゃいかで封じれる。最後までよっちゃいかやった。最後までよっちゃいかだったね、これ多分。気づいたら私は森の中に倒れていた。あれは何だったのか。もうあの出来事は思い出したくもない。続く。続くの？